ボティエは、オーストラリアのシンガーソングライターである。ベルギーで生まれ、2006年にアルバム、Like Drawing Blood のヒットで、オーストラリア国内で知名度を獲得。また、2011年に発表された、シングル Somebody That I used to know は、全世界18カ国で1位を獲得した彼の代表曲であり、この曲は、サードアルバム、Making Mirrors に収録されている。 1980年にベルギーで生まれ2歳の時にオーストラリアへ移住。2006年に発表したアルバム Like Drawing Blood で本格的にオーストラリア国内でブレイクを果たし、このアルバムは結果的にダブルプラチナムを獲得。そして前作から6年以上を明けた2011年にアルバム Making Mirrors を発表。 このアルバムからのセカンドシングル、サムバディーザット、I used to know は全世界で大ヒットを記録。結果的にアルバム、メイキングミラーズも売り上げを大幅に伸ばし、アメリカでの50万枚セールスでのゴールドディスク獲得に加え、世界各国でゴールドディスク以上を獲得している。また、オーストラリアでは、 数々の音楽賞を受賞しており、オーストラリアを代表する音楽受賞式、アリアアワード2011では、計6部門を勝ち取った。2013年、第55回グラミー賞において、シングル曲、サムバディーザット、アイユーストツルノーが最優秀レコード賞、最優秀、ポップデュオ、グループパフォーマンス賞を受賞。また、メイキング・ミラーズは、 最優秀、オルタナティブミュージックアルバム賞を受賞し、ノミネートされていた、主要部門を含む、全3部門をすべて受賞した。なお、オーストラリア出身のアーティストによる、最優秀レコード賞受賞は、オリビア・ニュートン・ジョイの、愛の告白以来、実に38年ぶりの受賞となった。高校、大学で日本語を勉強して、三重県の津市にある私立高田高等学校の、 交換留学プログラムを利用し、ホームステイに来ていたことがある。またその当時に、東京に二度来ている。2003年2月15日、デビューアルバム、ボードフェイスをリリース。オーストラリアの国内アルバムチャートにて、最高93位を記録している。2006年5月21日、セカンドアルバム、ライクドローイングブラッドをリリース。オーストラリアの国内アルバムチャートにて、 最高13位を記録し、ダブルプラチナムを獲得。2011年8月19日、前作から6年近くを開けて、サードアルバム、メイキング・ミラーズをリリース。シングル、サムバディ・ザット、アイユースト・ツーノーの世界的大ヒットも、相まって、世界各国のアルバムチャートにて上位を獲得。ありがとうございます。